はい、どうも、妖怪チップニプニ、今回もやっていきます。7日目500ポイントヤッホーゲット。はい、今回はね、ガシャ回していきましょう。昨日ね、10連コインこれね回しましたけど、今回ようやくね、つくよみ超アップ回したいと思います。まあ、ただこれね、期限結構長くて、4日間ね、6、7、8、9、4日間。ラストチャンスは10からなのか、次は ZZ 以上アップが来るのか分かんないですけど、まあ一応ね、この月読み 1% なんだよね。で、多分ね、ラストチャンスは 1% なくて 0.8 とか7とかだと思うんだけど、まあ多分ね、ラストチャンスの方が、いつもの傾向だとチャンスなんで、まあ私今回はね、3赤、10連ずつやりたいと思います。まあ500ポイントもね、やっと Y ポイントログインボーナスでもらえたんで、はい、3赤ね回していきたいと思います。多分ね、サブ赤はつくよみゲットしてもね、クリアできないかなっていう感じがするけどね。でもいいよね、必殺一瞬で数えきれないほどプニ消しはまあ優秀なんでね、コンボが溜まるんでね。そしてデカプニ消すとデカプニ降ってくる。これ優秀なんだけど、相性はあんまり、この必殺とは良くないけど、まあ他の必殺を組み合わせればいいのかなっていう感じがするかな。で、変身スキルはデカプニを消すと自身の技ゲージが溜まるということで、どうなんだろうね。デカプニ降ってきてさらに溜まるって言ってるけど、自分の必殺の時は溜まんないと思うので、なんかこの2つ、どっちかでいいなっていう感じ。がするかな。はい、まあでも強キャラなんでいきましょう。でさらにね、今回のイベントはつくよみね、限界突破もできるんで、ゲットできたらね、はい、これはだから ZZZ だったら ZZZ4Z のね、価値があるっていうかね、限界突破ねすればね、はい、レベルがね、まあその分いけるからね。で一応ね、優勝113回で、ちょっと他のアカウントを見せるんだけど、なんかね、最近だったらまたコインとかが落ち出しました。ちょっとこのアカウント落ちてないんだけど、コインとチケットね落ちたりしたんで、はい、ちょっとサブカの方ではねお見せしたいと思います。こっちは落ちないな。はい、行きましょう。で一応ね、なんだっけ、洞穴とかは、あと月の闇ね、まあまあ落ちてる感じかな。洞穴が、洞穴どこだ、あ、これか。洞穴は3と限界突破3までね来ましたね。そして月の闇が、月の闇もまあまあ落ちてくれるな。お松は落ちてない。月の闇も3凸まで来てくれましたね。うん、3と半分までね。月の闇なんか1日2体落とすみたいな感じのノルマでやってるけどね。月の闇は結構いいよね、強くてね。はい、デカプニ降ってくる系はいいよね。じゃあ行きましょう。そう、このな、蛇王軍コインと大王軍コインもまた10枚ぐらい貯まったらやろうかな。さあ行きましょう。出てくれれば OK。 封印はね一応全部終わった。あ、ダメだ。まあでも今回はね、ほんとサブアカでつくよみゲットしても多分限界突破もできないと思うので、サブアカゲットが一番寒いって感じだな。SS は出てくれる。よし、金ポン、金ポン。ホムラテングどっち、ホムラテングでした。はい、まあ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 いいでしょう。どうしよっかな、もう10連ぐらいやろうかな。もう10連ぐらいやるか。でもラストチャンスってあんま出ねえんだよな。でもやっちゃうか、30連。なんかね、ラストチャンスにかけた方がいいんだよね、ほんと。
ラストチャンス30連やった方が本当はいい気がするけど、なんかもうここまで来たらやっちゃうわ。なんか言ってること違うね。あっさり撤回っていうのは 1% ってやっぱ当てんの難しいよね。30連じゃ当たんねえし、バイポイントもたまんねえしな。おお、 SSS 出たな。でもいいからめんどくさくやっちゃいます。ダメだった、あがん、ダメだった。 1% ってほんと、お、やったやったよ。でーん、仙台エンマ持ってなかったんだ。これ横取りだよな多分。仙台エンマって太陽神の頃だ、超懐かしい。俺太陽神さ、昔弱くてクリアできなくてさ、太陽神ってニャンボでゲットしたんだよね。あの昔ぐるぐる回すやつって強かったじゃん、キラコマに続いて。なんか太陽神出たらめっちゃ嬉しかったな。うりゃくくり姫、うりゃ、うーん、なんかフォーエバーフレンズ的なガシャになりましたね。はい、じゃあ2番目なかんでいきましょう。まあまあまあ、なくなったね、ワイポイント。レベル上げにすりゃよかったな。はい、じゃあ2番目いきます。はい、これ2番目のアカウントで、これは優勝57回ね。これちょっと朱雀で1回やられちゃったんで連勝記録が止まってしまいました。油断したね。ただなんだっけ、このアカウントだけ直したの。そう、コインね、落ちました。まあ1個だけだけど。3番目のアカウントか、チケットも落ちた。なんか久々に落ちたんだけどね。まあコインだけだね。あ、お宝そういえば言うの忘れてたね。ダークネスまで切っていて、こんな感じ。はい、じゃあ行きましょう。10連回せますね。まあでも封印がね、全然サブアカはやっぱねちょい足りないんだよね。だから封印がクリアできません。ジャオ軍コインが3枚溜まってる。封印がね、ほんと特攻ないと多分いけねえんだろうな。ちょっとやり方探ってるけどね。あー、金か。まあでも何でもいいから特攻出てくれたら嬉しいな。おお、四天王寺。うん、なんか同じの2ペアじゃん、3ペアじゃん。ってことはこれは四天王寺か。エンマだった。はい、2番目のアカウント残念でした。まあでも極エンマとかいるんで、あと、あ、そっか、月の闇は倒せたな。なので封印があと2個ですね。お松と同血はちょっとバフスルーっていうか反撃スルーでなんとか1回はねいっておきたいかな、サバカでもね。はい、じゃあ3番目のアカウントいきましょう。やっぱり超アップきついな、 ZZZ の。はい、これ3番目のアカウントで、優勝回数75、結構いってんね。横取りチケット4枚、そう、一番ドロップしてるアカウントで、コインドロップでしょ、あとチケットもそうドロップして、なんかしないけど一番弱いアカウントってなんかつい最近は運がいいですね。5個になりました。ただね、宝は一番進んでなくて、スキルでねあと1個って感じだね。まあいいんじゃないかな。75回、結構優勝してるね。この朱雀がさ、ほんと厄介だよね。なんか他のことやりながら適当に戦っててさ、2番目のアカウントやられちゃったよ、ほんと。こう適当なこういうメンバーだとね、ほんと返り討ちに合うよね。15万ヒットポイントがあって、2000もね、攻撃力があるから、ほんと、参るよね。
はい、じゃあ行きましょう。ほんとね、油断してたよ。5個あるな。あ、ってことは 10枚あるな、今。3赤10枚あると10連できるな。さあ行きましょう。このアカウントコイン落ちるね。あ、コインじゃねえや、こっちだった。さあ頼むぜ。赤ウィスパーばっかりなんだもん、3番目のアカウント。あー、金庫な。なかなか角ウィス来ないな。あ、超アップ割と回さないと無理だよね。今回どうなんだろう、スーさんいれば勝てんのかな。まあ、このアカウントこなしですね。うりゃ、必殺の秘伝書ゲット。はい、というわけで50連でノーなんちゃらでした。つくよみこれな、マジで欲しいな。今回つくよみスーさんとバステトがね、限界突破できるんで、つくよみとスーさんね、各アカウント一体どっかで一体はねゲットしたいなっていうところですね。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。ほんとでもこのスザクって本当初心者ユーザーとかかなりきついよね。自分なんかサブアカもたまたまあれだけど、これで種族制限されると結構時によってはやばいよね。この攻撃力アップがね効くんです。効くけど、結構エグいよね、こういう2000やられてるの。まあ攻撃力アップ使ってね一気にっていうのもあるけど、ほんと厄介なんでね、油断しないように頑張りたいって感じですかね。はい、じゃあ今回こんな感じでした。超アップね、本当は30連のつもりがね、こうなるから30連にしとくって最初に言ったのに、結局50連回して3赤ワイポイントすっからかにねなってしまいましたけど、はい、まあいいんじゃないでしょうか。あのね、なんかクリアしない方がね、あの周回とか頑張れるんで、まあこのイベントまだまだ楽しめるとね、あの前向きに頑張りたいと思います。そしてお宝もね、そろそろどうなんでしょうね、 G までは横取りなしで行って、バステットでね一気に、多分今回そんな難しくないさそうに思えるので、はい、バステット3赤ぐらいゲットはね無理かな、3赤な、うん、G までは行きたいかな。はい、そんな感じに思ってます。はい、じゃあ今回こんな感じします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、微妙に G も高いよね、いつもよりね1割高い。はい、すいません、またお会いしましょう。さよなら、バイバイバイ。